いきますねはい,はい、こんにちは、佐藤です。こんにちは、おしげです。はい、えー、本日も、おしげさんと一緒に音声取っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今回は、えっと、まあ、中国の方に、 まあ来て市場回るっていうことプラス、はい、あとは、まああまあ、僕自身も中国に住んでも8年ぐらいになるんですけどうん、うん、あともう貿易会社も運営してたり代行もやってたりもしながら、まあ、物販も単品通販やいろんなことをやってて、まあ、僕と一緒に回った時の、まあ、感想とかを、まあ、1回目あの、はい、1> 去年の10月末ぐらいですよね、はい、回ったことをちょっと思い出しながらちょっと皆さんに共有できればなっていうのは。 率直な気持ちできればなっていうんですけども、はい、実際中国来られたのが去年10月ですよねそうですね10月の頭に VBC さんに入会して10月末には中国に来ましたね <laughs> 早いっすね早かったですねご紹介ですよねあのそうですねメルカリマスターさんから紹介していただいて佐藤さん あそうですね、佐藤さんを紹介していただいてそこから1か月でしたねその後かよく連絡ねお電話がよくさせていただいたりしたりしてはいほんでリサーチもよくされてて 1>,、はい、で1週間ぐらい来た感じでしたもんねそうですねもう丸々1週間滞在しましたね、はい、それで最初の申請の3日間ぐらいに幅尾魔王さんも来ましたね幅尾真さん来ました <laughs> <laughs> 3人で一緒に始まりました、ねはい なんていうか合理的ないや、あのマインドはすごいと思いましたね。刺激た衝撃的ですよね。本当もう、余計なものを見ないで、1個、一点張りで、それをしっかり見つけて、商品化してますからね。そうですね。もう自分のことプラス、初心者の僕のサポートまでしてくれてましたから、ね、確かにね、<laughs> びっくりしましたね。 僕がね、<laughs> あ、これいいんじゃないですかとか言ったいや、もうこれやめた方です。ダメです。とか。<laughs> そういうのありましたね。<laughs> ああいうのは大事ですよね。<laughs> はいまあ、それで、だから、あの、来られたっていうんですけども、実際、来られて、まあ、あのとこを振り返りながら、まあ、どんな。 お気持ちだったのかな、なまあ実績を含めながら、うんはい、当時来る前と来た後の心境の変化であるとかもちろん実績の変化であるとか、はい、今回も2回目来られてるってことなんですけれども、はい、まあそういう前回のほ生きて来られてると思うんですよね、はい、そういうものをちょっと共有していただければなと思うんですが。はい、あ分かりましたまず行く前なんですけれども、うん、佐藤さんや VBC メンバーさんからいろいろアドバイスいただきながら。 がっつりリサーチはしてったんですけれどもやっぱり見たこともない商品扱ったこともない商品でしかも日本でなく中国っていう異国の商品を扱っていくのに対してどれだけリサーチをしてもやっぱり不安が結構あったんですねでこの不安払拭するにはどうしたらいいんやろうっていうのでもうやっぱり直接現地に行ってそして まあ佐藤さんとやり取り電話やチャットではしてたんですけれども、うん、やっぱり直接会ってどんな人なのか信用できる人なのかどういう性格の方なのかっていうのを知るのがまず一番の目的でしたね。今後もう末永く中国のメーカービジネスとしてやっていきたいと思ってたので、うん、まあそこをまず真に至る会社なのかっていうのを 見ててみたたいと思っ行きましたね、はい、それで入会してすぐ来られたとはい早かったですもんね早かったですねでちょっと商品としてはね、はい、やっぱりあの最初資金力も正直なかったので、うん、高額商品を扱うつもりもなく、うん、もう、まあ、1万円以下の商品を探しに行こうと思って行ってたんですけれども、うん、やっぱりあの市場を見て回れば回るほど、うん、まあ魅力的な商品っていうのも、うん 本当にもうこれ自分の目で見ないとわからないじゃないですか。で、タオバオやアリババを、ね、ネットで見てるのとは違って、うん、やっぱりあの直接佐藤さんを通して自分でこの交渉したりする面白さっていうのもありますし、うんうん、でそこにもういてくれた幅魔王さんとかも厳しい意見もありましたけど、的確なアドバイスをいただいて、うん、それでもう、ね、何千点っある商品を。うん 何点ぐらい絞ったんですかねそれでもう78点ぐらい9個ぐらいでしたね9個ぐらいでしたねで、って候補に挙げたのは、はい、そっからやっぱなんかあの高速鉄道の中で、あのー、1個か2個でいいんじゃないかという,、はいそうね、話を僕もして、はい、でちょっと単価が、まあ、CA の単価が1万円ちょっとの商品と1000円いかないぐらいの商品の2点に絞ったんですよね そうですんそうですね,、うん、そ,うですねそれで行けたということでやっぱあの僕の印象だと仕入れしようっていうところまで行ける人といけない人っていうのは結構あったんですけど結果としておしげさん行けたわけじゃないですか、はい、そこのやっぱ原因作りってあると思うんですけど、はい、なんかこれから来られる方に対してのアドバイスとかありますあもうやっぱり リサーチですね来る前にしっかり何を見るかっていうのを自分の中で決めていかないと、うん、もう商品数ってやっぱりもう無限にあるじゃないですかでそのしょもう目に入った商品を全部ねあのメーカーと話して詳細を聞いていこうなんて正直2日3日じゃ不可能な話なんで。うんうんうん まず自分がどういう商品を扱っていきたいかで日本の市場ではどうなのかっていうところをしっかりアマゾンや他の EC サイトを見てはい、はい、その商品の状況っていうのを把握して、うん、予備知識を入れた上で中国に行けば必ず結果は出ると思います、うん、僕は出ましたね <laughs> 結構あの何やったらいいですかってご質問してくれましたもんね行く前にそうですねでやっぱり何やったらいいですかっていう質問に対しても、うん 例えば VR だったらね、あのどれぐらいの単価の商品を扱うのかだったり、まあ、他の競合他社は何社ぐらいいるのかとか、でまあ、レビューで購入者の 方々がどういう意見を言ってるのかっていうね、うん、そういうの調べたらいいよって言ってくれたじゃないですか、うん、でもただそれを忠実にやっただけですね、うん、<laughs> はいそうですねだからやってくれてるっていう土台があるとその分に対してはやっぱあのー、なんですかね見る目もあるのでお互いこう会話ができるんですよ、うん、僕も言ったらはいただ何も最大来れないと会話ができないんですよね これこうなんでって僕が言っても、ね、ピンと来てくれないっていうか。うんうん、だからあの、何これこれ、例えば僕が全く関係ないジャンルもたまに言ってたじゃないですか。あのはい、自転車回りとか。なんでだとか、ね <laughs> <laughs> あの。なんでっていうようなものを言っても、でも、意外といける商品じゃないですか。結構。そ,うね、<laughs> そこ候補に上がっちゃうの結構あるじゃないですか。すね、これ実はこうしたら面白いんですよって、ね、僕言うじゃないですか。 それをピンときて来られてたんであ相当このなんか土台づく土壌作りをしてくれてたのかなっていう印象はすごいなりましたね。うそうですねあの時ねもっとあの資金力があれば、うん、2>, 2つだけじゃなくて3つ4つって、うん、もう手出して商品化したい商品は正直今でもありますもんね。そうですねだからまあリサーチをしてこられたっていうのとそれでそ10月末に商品決定して。はい えっと、だから3か月弱ぐらいで OEM、はい、をして、まあ、電子の商品ですけどその中にも、まあ、ロゴも入れることができて自分が今、日本でのメーカーになってみたいな感じじゃないですか。はい、で今、3か月ぐらいでゼロから始めて今で言うとどれぐらいなんですか実,実績的には今、実績的には150ね、えー、月賞で150万。<laughs> <laughs> でえーまあ、前、国内物販やった時でも150万売り上げることは、うん、まあ往々にあったんですけれども、うん、この中国ビジネス始めて変わったのがあらりですね <laughs>。<laughs> <laughs> でかいですもんね。でかくなりましたね。四十パー超えたりとかしますもん、ね。はい、四十七八パー、も五十パー弱ですね、うん。まあ、でかいですよね。だから、一つ目にしてはすごく上出来っていうか、優秀かなっていう僕も印象が。ありがとうございます。ありますね。だから、まあ、あのー。 もうよかったなっていう感じですし、まあ、あと来てもらえたんでね僕もその場での交渉とかあと現場での,そのリサーチとか、まあ、夜その後リサーチしてとか車、うん、見て,てそういうものを繰り返しながら、はい、その場でどん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 つ深めていけたじゃないですかそうですね、うん、商品化するのを当ゴールしてたんで、はい、だ仕入れまでもちろん行きましたし、はい、その後の流れとか僕もいたんであの現場の持っ,てか持って帰った時にスタッフに戻しやすいですしそうですねああとまあ 本当に中国の、ね、ことなんで何も分かってなかったので商品決めて OEM をしてその OEM をする際に説明書だったり、うん、パッケージだったりロゴマークを変えたりっていう手順さえも何も分かってなかったんで、うん、それを、ね、帰りの電車の中で佐藤さんとずっと1時間ぐらい付き合ってもももららっっててがつり教えてもらいましたもんねね、うん、そうです、ね、何をやるべきかっていうところとか。 やりましたね。そういえば電車の中でいやーねえ佐藤さん眠そうだったんですけどね <laughs> <laughs> いやわかりましよ <laughs> あの本当一瞬で眠くなっちゃうんで座ると <laughs> 充電タイムに入っちゃうんでずっと喋ってましたねそうそう,そう <laughs> 僕はもうそのもうそれに対しても全然いいんですけど <laughs> 結果やっぱ出てきたきがっていうのはすごい良かったんでねうんそうですねでやっぱり最近ようやく本当にあ売れ出したなっていう実感がわくようになって、うん、で資金もだいぶ 潤ってきまして、うん、で今回2回目来させていただくことになって、うんでまあ、今回もねやっぱりいろいろ面白そうな商品いろいろ見つけられてるんで今回あの僕ら一緒にちょっと、まあ、あのプログラム本当に実績が出るようなプログラムを立ち上げようって準備してるじゃないですか、はい、でその中で僕はあの、まあ、実費でいやホテル代とか、はい、あの交通費 いただければ僕自身がもう中国市場をアテンドするっていう特典点つけちゃうかなと思ってたんですけど、はい、その価値ってなんか僕が自分で言うのも何なん,なんですけどどれぐらいの価値があるかとか、はい、実体で体験されたおしげさんからしたらどんな感じなんですかね、はい、いやもう単純に数字からいくと月70万円の価値はありますよねなるほどもうそれぐらい。 実際できたしもう僕の実績値になってくるんですけどもおそれプラスアルファやっぱりあの単発でなくていろいろ佐藤さんってやっぱりあの、はい、商品見ながらで僕は自分のがリサーチした商品だけを見るんですけど、うん、やっぱり市場を歩いてたらいろんな商品ってね、うん、何千点ってあるじゃないですか、うん、その中であっこれは実はこうこうこうで。うん 今暑いんだよとか言って教えてくれるじゃないですか。そういう付加価値も大きいですよね。確かにね。興味ありそうな人にだけはいますけどね。なんか聞いてくれる人にはってね。今日なんて僕がリサーチしたのを僕が見てて、一番最初に食いついたのなんてね、全然違う商品じゃないですか。探して上から降りてきましょうかって言った瞬間のね、これこの値段だったら全然いけるじゃんっていう。あ、これこれこれってもう1年前から言ってるやつみたいな。この価格かみたいな。その場で言ったら、まあ、 出てるけどまあいけるんじゃないかちゃんと見て見直して見たら、はい、あと OEM もそんな高い値段じゃなかったしそうです、ね、ロット数も低いしロット数も少なかったんでまあ面白そうでしたねねだから今日この対話が終わった後と僕は今からリサーチをして、うん、明日買う可能性は大ですよね大き <laughs> い,いですね <laughs> はいそれも売り値も1万弱ぐらいでいこうぐらいでいきますもんねそうですねとか 七0 0 0台とかでいけるぐらい、はい、リスクも少ないですし、ね、すごいいいんじゃないかなっていう商品なんで、うん、いいですねそういうものを本当一緒にまあ回れるものをもうだ僕は大体30万弱ぐらい25万円ぐらいもらえてたらって思ってたんですけどそれもちょっともう実費でやっちゃうような特典、はい、っていうのもそれがもうそれゆえに来る方もいらっしゃるじゃないですかそうですねそれがあるから来ましたってなってそれで実績出たらもう お互いいじゃないですか <laughs> それでね、うん、いろんなものがも、ねンンね、おんの字っていうかお互いどころかもうメーカーよし VBC よし、うん、でメンバーよしのもう散歩よしになります、ね、そうそうそうですね、うん、だからそういう感じでまあ仲間を少しずつ増やしていけたらなっていう感じがあってまあ僕も楽しいですけどね、まあ、あの疲れたりしますけど疲れた顔もしますけど、うん、やっぱしゃっ,と喋って,て楽しいしいろんな知識とか あのー、やっぱ共有できてあこういう観点があるんだとかって分かってきますしそうですねたまたま今日はビッグデータの話の、うんえー、技術の方の話になりましたけど僕がちょうど話してたセブンイレブンのレジの話はあっちが行ってきましたからね日本あ面白かったですね面白かったなと思ったぐらいなのであ<れ>まあそういうのもあるんでぜひねあのー、来てほしいなって感じですね。そうですねああとまあ最後に、えー やっぱり商品その中国市場に対してっていう仕事はしっかりさとしてくれるんですけども僕が面白いなって思うのはやっぱりそのビジネスマインドですねうそういう理念だったりとかうあとまあどういう手法でマーケティングしていくのかだったりっていうのがもうすごく刺激的ですね。ちょっと変態チックになるんですけども もうずっと佐藤さんなんかね、そういう話してるとき、僕メモ取ってますからね。<laughs> ちょっともう一回言ってもらっていいですかメモ <laughs> 取ってますよね。面白いですよ、やっぱり。朝ごはんの言った内容、今日、地下鉄の中でももう一回言ってもらってい <laughs> ってましたもんね。<laughs> そうですね。もう真だなと思って。<laughs> はい、何でしたっけ、三つ割れて、ねはい。ああいうのがね、やっぱり、本当経験知識になるんで。あ 確かに意外とこうなんか知ってる単語は並べられて分かってるようだけど自分の中で落とし込んだり腑に落として、うん、あと自分のアウトプットでこう何ですか言語化ができない方って多いと思うんですだから売り上げ上があるんだよっていうの3つのポイントがあるんだよ ね、この3つの中のどのようにやってるかっていうのを自分で何やってるかて明確にしながらやるっていうことがすごい大事じゃないですか。国語、うんね、を勉強してんのか数学を勉強してるのか、うん、理科を勉強してんのかそれで全体の平均点をいかに上げるのかみたいな話じゃないですか。うんすね、やっぱりただがむしゃらに頑張ってますよりも、うん、どう目標を立ててどこを着地点として何をやってるのかっていうところをやっぱり見直すような気持ちになれるんで。 そういう気持ちのリセットとしてくる面も僕はありますね、うん、嬉しいですね、はい、ありがとうございますってことなんでぜひ、えー、中国お会いせで,できることを楽しみにしますじゃあありがとうございましたありがとうございました